ついにここまで来たかお前たち。だがここから先は絶対に通せないぞ。オクタールがここまで体を張るとはよほど重要な理由があるのか。ええ、 100% くだらないものだと予想されますが。さあかかってくるがいい。ここから先に進みたくば見事俺様を倒してのけるがいい。いや、今まで散々倒してきたけど。やかましい、あげ足取るんじゃない。俺様よ、お前の覚悟と思いとくと見せてもらうぜ。ディスコも戦うです。アクターレさんをぶち倒して答えを見つけてみせるです。おもしおりゃ。どうやら本気で分裂デスコ様を止める気のようだな。当たり前でしょ。いくら魅力的なお姉様アイランドを作ったって私の気持ちは変わらない。お姉様アイランドはまさしくお姉様への愛情の証。それは分かっているのか。分かってる。私だって誰よりもデスコを愛してる。その思いは分裂デスコに対しても同じ。お姉様。じゃあなぜ受け入れてやらない。転生すれば何もかも忘れるんだぞ。妹とデスコと過ごした日々も全て消し飛んでしまうんだぞ。それでも転生する気なのかお姉様よ。それでもよ。お姉様。そうか。なら分裂デスコ様の暴走を止めてやってくれ。あの子は大好きなお姉様を思うあまりどうしていいかわからなくて暴走したかわいそうな妹なんだ。お姉様よ、あんたがありったけの愛情で彼女を止めてやってくれ。彼女を止めるにはそれしかない。アクターレ、あんた俺様にも可愛い弟たちがいるんでな。まあ、ほっとけなかったってわけさ。そうだったのか。分裂デスコにボコボコにされたから下僕になったのではなかったのかな。嘘だ。あのアホのアクターレにこんな一面があったなんて。アクターレがかっこよく見えるぞ。これは幻覚か。アクターレさんってただのアホじゃなかったのですね。意外です。兄弟愛、姉妹愛に満ちた優しいアホだったのですね。まあいい。分裂デスコ様はこの先にいる。乗りかかった船だ。俺様も付き合うぜ。あのアホのアクターレさんが自分を犠牲にしてまで他人のことを思いやるなんて。でもアクターレさんのおかげで答えが見つかったのです。デスコがお姉様のために本当にすべきことが何なのか。ここだ。ここに分裂デスコ様が。
たず、挙句の果てには裏切るような奴を手下にしたのは大失敗だったです。うん、裏切ったわけじゃないですよ。これには深い事情と深い愛情のせめぎ合いがあってですね。せっかく男前度が上がったのに一瞬で台無しになってるぞ。いいのか。アクターレさんらしいといえばアクターレさんらしいですけどね。分裂デスコよ、お前の企みはもはやこれまでだ。お姉様アイランド建設計画、そしてプリニー法の改正、いずれも阻止させてもらうぞ。プリニー教育係風情が、これはデスコとお姉様の問題、シャシャリ出てくるなです。そのお姉様から言わせてもらうと、私転生やめる気ないし、そこんとこよろしく。お姉様、これを見てもそんなことが言えるですかね。いでよ、対お姉様用最終兵器、イケメン悪魔軍団よ。なんですって。イケメン悪魔軍団、なるほど、その手があったですか。これはまずいのです。クククク、魔界の全悪魔から選び抜いた精鋭イケメン悪魔たちです。その魅力の前ではお姉さまもイチコロなのです。どうですか、このあふれ出る悪のフェロモン、我がイケメン悪魔軍団の魅力は。これがイケメン、かっこいい悪魔さんがいっぱいです。これはヤバいです。ヤバさがほとばしりまくりです。お姉さまはお年頃の女の子、こんなイケメンに囲まれては心がときめかないはずがないのです。いやいや、ときめかないから全然。ですって、強がったって無駄無駄無駄ですよ。このイケメンが全てお姉様の執事として思いのままになるんですよ。あんなこともこんなこともディスコには想像もできないあれなことだってお姉様の思い通りなんですよ。さあお姉様、自分の心に素直になってディスコと魔界で楽しく過ごすのです。いや、素直に嫌だから、こんな不細工な悪魔に囲まれて暮らすなんてどんな罰ゲームよ。ほう、このイケメンたちを前にしてなんて冷静な。お姉様の決意はそれほどまでに固いということですね。というよりも単純に風花さんの趣味に合わなかっただけみたいですけど。じゃあお姉様好みのイケメンを100人集めてくるです。それだったらお姉様も文句はないですよね。いや、イケメン悪魔をいくら集めたからってもう魔界に残る気はないんだけど。どうしてですか、お花畑もスイーツもイケメンも、魔界にいれば全部思いのままなんですよ。転生なんかしちゃったらこの夢のような魔界ライフを棒に振ることになるんですよ。そんなこともわからないなんて、それでも転生したいだなんて、お姉様はわがままです。お姉様の、お姉様の、もお姉さまがアホなのではとちょっぴり疑っていたです。でもそれは違ったのです。
ちょっぴりは思ってたんだ、アホだって。本当にアホなのはお姉様じゃなく、自分のことしか考えていなかったデスコの方だったのです。デスコが自分のことしか考えてない、何を言ってるんですか。デスコはお姉様のためを思って、だからそれは違うのです。それはわからない。お前の言っていることは何一つさっぱりわからないです。もういいです。こうなったらお姉様をやっつけて無理やり転生を諦めさせるだけです。お姉様、デスコの思い受けるがいいです。セット、ファイナルモード、スタートデスコエンジン、コンディションオールグリーン。お姉様、お覚悟です。お姉様を引き止めたい気持ち、すっごくよくわかるです。でもさせないのです。このオリジナルデスコがお姉様の真の妹として。セット、ファイナルモード、スタートお姉様エンジン、コンディションオールグリーン。分裂デスコ、あなたはデスコが止めてみせるです。行くですよ、シスターファイト、レディーゴー。セイド大怪獣フロン。あんたがラスボスだとしても私に勝てるはずないでしょ。私はお姉様なんだから。お姉様なら、お姉様だったらどうして分かってくれないんですか。
デスコ、お姉様のためにやってるのにどうして邪魔するんですか。そんなに転生したいんですか。デスコのこと忘れちゃいたいんですか。デスコは、デスコは、デスコにはわからないです。お姉様の言っていることがちっとも全然わからないです。そんなことないはずです。お姉様を思う気持ちが一緒ならあなたにもわかるはずです。それはどういうことですか。いいですか、あなたのやってきたことは一見お姉様のために見えますが、実は全部自分のためだったんですよ。お姉様に転生してほしくない、ディスコのことを忘れてほしくない、すべてはディスコのわがままだったのです。お姉様の気持ちも考えずにお姉様アイランドなんか作ってもお姉様が喜んでくれるはずないです。お姉様アイランドはむしろお姉様を閉じ込める鳥かごだったのですよ。そんなデスコはお姉様が新しい人生を歩むのを邪魔しようとしていただけなんですね。そうだ、転生とはすなわち魂の救済、それを阻むお姉様アイランドは鳥かごなどというレベルではない、ただの無限地獄だ。デスコは気づかないうちにお姉様にそんなひどいことをしようとしていたんですね。お花畑もスイーツも趣味の悪いイケメンも私のためにしてくれたことだってのはよくわかってる。でもね、どんなことをしてもらってもこれ以上魔界にいるつもりはないの。それはどうしてですか。だってここには女の子に一番大切な要素、素敵な恋がないんだもの。恋ですか。魔界にいるのは悪魔とプリニーだけでしょ。そんな連中相手に素敵な恋が芽生えるなんて絶対にないじゃん。女の子にとって恋はなくてはならないエネルギー源。正直私もうそろそろエネルギー切れなのよね。風花さん、これは風花さん流の照れ隠し。本当は辛いんでしょうね。でも風花さんは気づいているんですわ。このままじゃいけないって。恋か、まあ風花らしいといえば風花らしいか。死ぬほどアホな理由だが、それでお前が魔界から去ってくれるのであれば恋でも何でも好きにするがいい。そうだったですか。危うくデスコのわがままでお姉様の素敵な恋を奪ってしまうところだったんですね。そうです。それなのにデスコはお姉様のためって思い込んでいたんです。そんなことでは妹失格なのです。本当にお姉様のためを思うのなら、お姉様の転生を応援するのが一番正しいのです。たとえその結果お姉様がディスコのことを忘れてしまったとしても。バカだねディスコは。魂が浄化されたくらいでこの私があんたのこと忘れるわけないじゃない。可愛い妹のことをさ。お姉様。いやそれは無理だって。転生して魂を浄化したら全部の記憶が完全に消え去るぞ。ふん、それがこの世界の法則、この世界の掟だ。例外はないというわけだ小娘。
綺麗さっぱり迷わず成仏しろ。ふふーんだ、法則だか掟だか知らないけど、そんなもの私には、私たち姉妹には関係ないわ。どんなことがあろうとも、私はデスコのことを、こんなに私のことを思ってくれてる、こんなに可愛い妹のことを絶対に忘れたりしないんだから。お兄様、お前のその根拠のない自信は一体どこから湧いて出てくるんだ。根拠ならあるわ。根拠は私が風祭り風花だからよ。こいつは愉快だ。なるほど、お前ならやりかねん。お前はもはやプリニーという枠から外れた規格外の存在だからな。ってことよ、デスコたち。ワルッチも認めてくれたことだし、あんたたちも安心して信じなさい。どんなことがあっても、私たち姉妹の絆は変わらない。生まれ変わっても永遠に変わらない。お兄様、ディスコもちろん信じるです。どんなことがあってもお姉様とディスコの姉妹の絆は永遠に変わらないのです。お姉様大好きです。ですわね、デスコさん。これにて一件落着。めでたしめでたしだな。私の名はデスコ。地球は狙われている。このデスコによってですけど、転生を決めた風花を応援するために地球を征服することにしたデスコ。それは手向けか花向けか、そんなデスコに触発されて突如始まる愛しの風花への応援合戦。ならば俺は地球上の全人類を心の底から恐怖させてやろう。俺も負けてはいられんな。とりあえずイワシを送ろう。それも天然物を大量に。ああ、お願い、どうかやめて。私のために争わないで。
大切な人の熱い思いと刻々と迫る別れの瞬間の狭間で、回転扉からうまく抜け出せない子供のようにぐるぐると周りに回る風花の心。しかもそんなピヨった風花の心にダークヒーローアクターレの突然の告白がさらなる追い打ちをかけるのです。本当はお前に忘れてほしくないんだ、俺様のことすべて。だって俺様はお前のことが。あ、アクターレ様。それぞれの思いを乗せた運命の歯車が今新たなる未来を動かそうとしています。果たして風花の、そしてデスコの姉妹の明日がたどり着く場所は、二人の絆が紡ぎ出す答えは。次回昼の愛憎アワー秘密のバラ姉妹最終話、それは魂の巡り合いにご期待ください。お姉様、もう何もかも止まりません。じゃあそういうことらしいんで、あとはまあよろしく。